から愛されてきた茶道、その心は今も連綿と受け継がれています。茶の湯がもたらすゆとり、味わい、それはきっと忙しい現代人がいつしか忘れてしまった大切なものではないでしょうか。疲れた心にほっと一服。今日も四日市にある電子地底から茶の湯の奥ゆかしさに触れてみましょう。電子地底茶道塾、ご機嫌よろしゅうございます。円周流茶道電子地底茶道塾塾長の中川宗津です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。一年で最も昼間が短い冬至を明日に迎えます。冬至といえば柚子湯、かぼちゃ、一段と厳しくなる冬の寒さを無事に乗り越えるために、古の人々が大切にしてきた習慣です。温かいお風呂で体をリラックスさせ、栄養をしっかりとって寒さに備えてまいりましょう。さて、今月番組のゲストにお迎えしておりますのは長谷義孝さんです。先週は尾州浦久流八人衆最後の一人との出会いを伺いました。今週はどんなお話が飛び出すでしょうか。それでは15分間よろしくお付き合いください。この番組はインターネットテレビ電子ステーションの提供でお送りいたします。三重県を応援する電子ステーションは毎週木曜日午後6時に動画を配信。観光、文化、企業、団体、知ってるつもりだった実は知らなかった三重県の魅力が盛りだくさん。詳しくは電子ステーションホームページをご覧ください。電子地底茶道塾、東海ラジオから茶道の魅力をお届けする電子地底茶道塾。本日ゲストにお迎えしておりますのは長谷義孝さんです。長谷さん、今週もよろしくお願いいたします。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。前回最後の一人との出会いのところで次週へ続くとなりましたけれども、その後はどのように進んでいったんでしょうか。昭和40年代にですね、中日新聞に載った一枚の記事の切り抜き、どっこい健在尾州浦久流八人衆という記事に触発されまして、浦久流が今も続いているのか手がかりを求めて関係者を訪ね歩きました、はい、確か2002年も決まった年の瀬ですね、はい、名古屋市内の水力圏酒井幸風先生のお宅を訪ねました、はい、先生のお宅にはですね、織田浦久斎が好んだ茶室序庵を模した、はい、お席がございまして、はい、そこで取材に来た私にお茶を振る舞ってくれました、はい、とても古風で格調高いお手前でした、はい、あ、これが尾州浦久流か、うん、あ、よかった、名脈を保っていたんだなと感じました、はい、でも酒井先生の手前は古風で、これは本物だと私は思ったんですけども、はい、やっぱり文献上もですね、はい、系譜が遡れない、本当に正当なお茶なのかどうか確信が持てませんでした、はい、酒井先生は江戸の末ですね、幕末に生まれて、はい、昭和30年代に亡くなった加納翔先生っていう90代で亡くなった長生きの先生に浦久流茶道の手前を習ったんですけども、はい、まあ、その手前を極めたことはお持ちだった教授で分かったんですけども、はい、加納先生のその親宗匠は誰なんだろうかと、はい、つまり連綿と続く茶道の系譜の中にがあるのかどうか、うん、それを調べないと、はい、やっぱりこの今ある酒井先生の茶道がですね、正当なお茶なのかどうか、それが分かんないなと思ったんですね、はい、でお持ちだった秘伝書を見せてくれたんですね、はい、加納先生から許されてですね、はい、秘伝書の上に薄紙って言って、うっすら見えるような、はい、薄い紙を当てて、それに上に筆写するんですね、なぞるんですね、ですね、はい、そういう秘伝書をお持ちでした、はい、これはどっかで見たなと、あら、見覚えがあるなと思ってですね、はい、あ、そうだ、前回お話ししました元尾張藩士の藩主側近だった山だらけで見たのとそっくりではないかと思ったんですね、はい、思い当たったんです。あそこで山寺さんのところにですねお尋ねしまして、はい、そこのお家では門外不出っ
ていうなったんですけども、はい、第9代のジンベイ新英さんが残された遺伝書をですね、はい、持参してもらって、はい、酒井先生のお宅をまた訪ねました、そしたらですね、はい、あの山寺本の遺伝書、はい、4冊で約700ページもあるんです、そのうちにですね、まあ、酒井先生がお持ちだったのは秘伝書3冊があったんですね、はい、だから4分の3のがそっくりそのまま書き写されているっていうことが分かったんですね。そこで、はい、構成も主筆の入り方もですね、はい、絵図もみんな同じだったんで、あ、これは山寺さんは正統の筋から筆者を許されて、はい、で加納先生がそれを写してさらに酒井先生が写したっていうことが分かったので、はい、まあ、つまり江戸時代から続いている系譜だっていうことが突き止められました、はい、まあ、そういう由緒正しいものだと分かったので、はい、あの佐藤 の歴史に詳しい研究者とか、はい、あるいは関係者の反応とかコメントをですね、いただきまして、補強取材した上で記事を書きました、はい、美醜裏栗存亡の時現役の海連わずか一人という見出しが踊った記事が中日新聞の社会面トップで報じられました、はい、さらに文化的な背景を掘り下げた記事を書きました、はい、隠れた無形文化財、はい、佐渡美醜裏栗、はい、江戸期の手前秘伝者通りにっていう、はい、記事を文化面に書きまして、はい、まあ、一つ目が、まあ、裏栗再評価の宣伝をつけたことになります。やはりこの記事は大きな反響がありましたか。そうですね、これは2003年2月のことでしたね、はい、記事が出て予想以上に反響がございまして、はい、そんな貴重な佐藤だったら絶やしちゃいけないんじゃないかと、うん、できたら習いたいと、うん、という問い合わせで数十件があったんですね、はい、でもう酒井先生は70代後半でしたので、の反響に戸惑われてですね、対応ができないということで、私はまあ自分の記事の掲載責任を果たすつもりで、はいはい、要望を取りまとめて、こちらの見学会を酒井先生宅で開きました、はい、そうするとまあ時期にですね、はい、先生を囲んでお茶の教室ができました、はい、私自身は他の流儀のお茶を習っておりましたので、しばらくはまあ2つ習ってたんですけども、うん、やっぱり手前は2ついっぺんに違う流儀を習うのは大変でして、うん、それだったらもう今にも耐えそうな裏栗を、うん、何とかしないかんと、はい、そういう使命に駆られたんですね、はい、まあ、一種ミイラ取りがミイラになってしまったっていう感じですね。いやいや、お知らせに続きまして後半もお話を伺ってまいります。三重県を応援する電子地ステーションは毎週木曜日午後6時に動画を配信。観光、文化、企業、団体、知ってるつもりだった実は知らなかった三重県の魅力が盛りだくさん。詳しくは電子地ステーションホームページをご覧ください。電子地底茶道塾、番組の後半も引き続き長谷さんにお話をお聞きしてまいります。そのようにして長谷さんが裏栗を関わられるようになったんですけれども、その後はどのように。ただお茶の教室を開くっていうんではなくて、うん、私は歴史的な価値のある茶道を復興したいということを思ってたんですね、はい、ですからもともと裏栗に関係があった平尾家の方とかですね、はい、あるいはそういう裏栗茶道を復興したいというそういうゆかりのお家の方、はい、あるいは支援したいという人たちを発起人を集めまして、はい、まあ、一種の講演会を作った上 で、うん、で我々は茶道を、うん、習っていくと、はい、で今までのやり方が結果的に内向きでどんどん文句を閉ざしてたということでね、はい、それではいけないんじゃないかと私は思っておりまして、はい、ですから会の運営については私先生申し訳ないけども私が中心にならせてもらいただくと、うん、はい、でお手前については先生が中心になっていただきたいということで、はい、裏栗の助水会という名前を、はい、まあ、私が命名したんですけれども、はい、それをなるべく早く対外的にもう旗揚げしたいと、うん、ということで今から考えると無謀ですね。たった1年後にですね、名古屋城の猿面茶席とか書院ですね、はい、これは、まあ、特に尾張藩の茶道だった裏栗にとっては、うん、とても由緒がある場所なので、そこを会場に1年後に旗揚げ茶会を開きました。でこの地方の茶道のお家元とかですね、はい、そういう見識のある方を招きしまして開きましたね、
浦久流茶道というのはそういうもともと織田家の茶道として始まっておりますので、はい、まあ、織田家はご存知のように尾張地方から家が大きくなって天下に繁栄を唱えるというような、はい、形ですので、はい、その尾張名古屋が一番源流であるということですね。そういうところで、まあ、浦久流って各地にですね分立してるんです、うん、いろいろですけども、やっぱり本家筋である名古屋で復興ののろしが上がったということで、はい、とてもそういう世界ではですね注目されました、はい、本家の浦久流がそう復興になって、そして記念のお茶会があって、で、まあ、そういうふうな活動を続けてらっしゃったんですけれども、うん、その後もお茶会を、そうですね、名古屋の浦久流からですね、はい、枝分かれした流派が東京にあったんですね、はい、それは明治期に起こったんですけども、豊橋出身で福沢諭吉の門下の財界寺って中村道太っていう方がいらっしゃるんですけど、その妻の中村総美夫妻がですね、はい、一派を東京で建てました、はい、六坂井っていうんですかね、そういう東京浦久流なんですね、はい、私もその東京の方とご縁ができましてですね、はい、毎年11月3日東京広尾の由緒あるお寺で東京でやる浦久記法茶会をなさってたんですね。そこで、はい、まあ、毎年のように出かけまして、お手前を見たんですけど、やっぱり我々の浦久流と非常に共通項があって、そうなんですか、とても格調が高いんですね、はい、浦久流の中でもやっぱりそれぞれ近しいものを見たいというところがあって、はい、で由緒が正しいものをなるべく見たい、うん、やっぱり現場は茶道の現場は茶会ですので、はいはい、そういうことで行きましたね。で本家の名古屋でね浦久流が復活したということで、東京の方、浦久流のゆかりの方が非常に喜ばれまして、はい、応援してくださったんですね、はい、道具が道具を呼ぶって、あるいは活動が活動を呼ぶってことがございまして、はい、私にとっては高嶺の花だった流祖の小田浦久斎の直筆のお軸とかですね、はい、手作りの茶杓、はい、家宝をですね、はい、あなたに託すという形で授けられました、まあ、こういうことが類は友を呼ぶと言いますけども、はい、茶道具もやっぱり茶道具を呼ぶんですね、はい、でやっぱり旗印を上げてると、うん、そういうことに不思議となんか浦久流の先人たちのお道具が集まるようになりました。はい、やはり外へ向けて発信していかないと、ね、その流儀自体がだん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 と小さくなっていってしまいますから、発信していっていただくのが、うん、そうしますといろんなものがまた集まってご縁がご縁を呼んで、そうですね、お話もつきませんがそろそろお別れの時間となりました。長谷さん今週もありがとうございました。次週も長谷義孝さんをゲストにお迎えしてお話をお聞きしてまいります。インターネットテレビ電子ステーションでは収録の様子も合わせて動画で番組を楽しむことができます。いつでもご覧いただけますので、スタジオの様子などぜひご覧ください。電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、伝えるに関数字の7で電子、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。来週もお茶にまつわるストーリーをお届けします。それでは素敵な日曜日をごきげんよう。この番組はインターネットテレビ電子ステーションの提供でお送りいたしました。